1722年12月20日、秦の皇帝である高貴帝が死にました。明の皇族の惨殺、三藩の乱の制圧など、高貴帝は明の残滓を完膚なきまでに粉砕しました。詳しくは、高貴帝、を見るのぜ。高貴帝は圧倒的な豊かさをもたらした一方、表現の自由などは一切認めず、反満州族的な言説には死をもって対応しました。少数の満州族による圧倒的多数の漢民族支配。高貴帝はそれを達成したと言えます。圧倒的な力による支配じゃの。そしてその圧倒的な力を持った皇帝が死んだのです。誰が次の皇帝になるのか。それは秦の行く末を決める重大事項でした。高貴帝はあらかじめ後継者を指名しておらんかったのかの？もともと高貴帝は炎上という子供を皇太子に据えていたのです。ですが高貴帝は炎上を皇太子の座から廃し、投獄してしまいました。そしてその状態で高貴帝は死んだのじゃったの。高貴帝の時代でさえなお、満州族の文化と漢民族の文化が入り混じった状態でした。満州族は必ずしも長子が相続しませんが、漢民族では長男が相続するのが基本です。高貴帝の第一子が夭折したこともあり、次男である胤丈は長子となりました。漢民族風に長子を皇太子に据えたわけじゃな。ですが高貴帝の目から見て胤丈は次期皇帝の素養を持っていなかったのでしょう。結果誰も皇太子にはならない状態で高貴帝は死んだのです。してどのように後継者を決めたのぜ？遺書があった、とされています。何やら引っかかる物言いじゃのう。その遺書を受け取ったのは、皇后の弟にあたる論子度だけでした。論子度による捏造の可能性もあるということかの？本当は第14子だったのを10を消して第4子にしたという話が残っているほどです。このあたりの真偽は結局不明ですが、歴史的な事実として高貴帝の第4子である胤禛が秦の皇帝である雍正帝となりました。なお高貴帝の治世が長かったこともあり、雍正帝は即位時すでに40代半ばでした。秦はこれまで雍帝の即位が目立っていたが、今回は大人が皇帝になったのじゃの。ですが構造そのものは変わりませんでした。雍正帝擁立に功のあった論子度が権勢を誇ったのです。かつてのドルゴンやオボエと同じ立ち位置じゃの。ですが論子度の権勢はドルゴンやオボエよりもさらに短い期間で終わりました。雍正帝は即位5年目にして論子度を投獄し、論子度は翌年死にました。雍正帝は神輿としては軽くなかったのじゃな。雍正帝は己にとって脅威になりそうな人物を容赦なく粛清しました。論子度をはじめとした自身の擁立に関わった者や、他の兄弟が主にその対象となります。血を分けた兄弟を粛清せねばならんとは、誠に難儀なことよのう。ただ粛清と言っても多分命までは奪いませんでした。多分、なのじゃな。元皇太子であった胤丈は1725年獄中で死に、その死因は不明です。また、弟である胤禛を、アキナ、と改名させました。意味は満州語で、犬、です。さらに別の弟である胤禛は、サッヘ、と改名させました。意味は、豚、です。雍正帝はなかなか辛辣なことをするのを。弟たちのことは処刑すべしとの声もあったようですが、雍正帝は命までは奪わなかったとされます。じゃがサッヘはひどいじゃろう。雍正帝は絶対的専制主義の確立のために尽力しました。そのために重視したのが軍旗書です。軍旗書とはこれまであったかの？雍正帝の時代に設置された役職です。軍旗書は1730年に雍正帝がジュンガル部を攻撃する際に、軍事機密の保持を目的に創設した組織です。ジュンガル部とはモンゴル民族かの？ジュンガル盆地を中心にかなりの勢力を持っていたようですね。秦とジュンガル部の戦いは雍正帝の皇帝即位前から続いていました。両国の間で特に揉めたのがチベット問題です。高貴帝はチベットに侵攻したのじゃったの。高貴帝によるチベット侵攻のきっかけが、ジュンガル部によるチベット侵攻でした。1717年、ジュンガル部がチベットに侵攻し、中心都市ラサを占拠してしまったのです。そして高貴帝はチベットに侵攻したのじゃったの。高貴帝が派遣した秦の軍団はジュンガル部によって壊滅させられました。ですが高貴帝は李官の計を活用し、ジ
ジュンガルブを孤立させた上でチベットからジュンガルブを追い出すことに成功したのです。じゃが息子の妖精帝の時代になっても神とジュンガルブの対立は続いていたわけじゃな。和睦した時期もあったようですが、ガルダンツェリンという人物が本体寺になると、再び神との戦争を開始したのです。本体寺？ヌルハチの息子にして真の建国者である人物は本体寺と呼ばれますが、本体寺とはそもそもモンゴルにおける称号だったのです。真の建国者である本体寺の本名は分かっておらぬのじゃったの。ガルダンツェリンは各地で真の軍団を撃破し、真とジュンガルブの戦争は激化していったのです。さてジュンガルブとの戦争のために設置された軍旗所ですが、その権限は次第に増大していきます。そしてついには電覚大学士をも超えたのです。電覚大学士とは何じゃったかの？遡ることまだ明の永楽帝の時代、皇帝の秘書や顧問を内閣と呼びました。そしてそのメンバーは内閣大学士と呼ばれたのです。日本における内閣も語源はそのあたりじゃな。電覚大学士はさらに遡ること明の皇武帝の時代、皇帝の秘書として置かれていたのです。内閣と被るではないか。なので電覚大学士は内閣大学士に統合されることになります。内閣には科挙出身官僚の中でも特に優秀な人物が選ばれることとなりました。やがて明は滅びるわけですが、清もその制度は受け継いだのです。清は行政制度のかなりの部分を明から受け継いだのよの。内閣は清になっても大きな力を持っていたわけですが、軍旗所はその力をも上回るようになったのです。文字の極。それは清による言論弾圧政策ですが、その政策が最も激しかったのが行政帝の時代でした。少しでも反満州的だと認定されれば、かなり厳しい罰を与えたのじゃったの。これ民のやむるところ、という文書が処罰の対象になったことがありました。特に処罰されるような文章には思えぬが、い、は行政帝の、よう、の首を跳ね、し、は行政帝の、せい、の首を跳ねた。つまり謀反の疑いありとなったのです。こじつけにも程があるぞ。この文章を書いた者は投獄され、獄中死し、その遺体は晒され、一族が投獄された上に子は殺されました。あまりにも理不尽ではないか。また、史学には、解の別、による大義名分論があるのですが、その思想に基づく復古思想を厳しく取り締まりました。中でも有名なのが余裕良という人物に対する処罰で、この人物は行政帝の時代にはすでに死んでいたのですが、行政帝はわざわざ墓を掘り起こして首を切らせ、家族と子供は斬死刑に処された上に一族は奴隷とされました。言論の自由などありえぬというわけじゃな。一方本気で真に対して反抗しようとする者もいました。創世という人物は、余裕良の影響を受けており、学生期という人物に向けて密使を送りました。この学生期という人物、中華史最大の英雄とも言われる学費の子孫です。詳しくは、学費を見るのじゃ。学費はかつて、女真族の信仰から漢民族国家層を守ったとされます。女真族はやがて満州族と名を変え、そして真となって中華を支配していました。学費の子孫は阪神の旗印として最適というわけじゃの。ただ学費の子孫である学生期の方は反乱には一切乗り気ではありませんでした。それどころか密使を捕らえたのです。そして創世も逮捕されました。ひどい目に遭うのじゃろうのう。創世は首都北京に送られ、そして行政帝との討論が開始されました。討論、何を言っておるのじゃ？大義革命録、と題された書物があります。これは行政帝が創世を取り調べた内容をまとめたものです。皇帝が罪人を直々に取り調べたというのが下せぬ。もちろん行政帝には狙いがありました。大義に対する迷いを覚ます。大義革命録にはそのような意味があります。なんとなくじゃが行政帝の狙いが見えてきたわい。創世は行政帝との討論に負けた形となりました。そして創世は自らの過ちを認めたのです。その結果創世は死罪を免れることになります。他の者たちとは明らかに扱いが違うのう。法の平等、などという概念はこの時ありませんからね。皇帝が法であり秩序なのです。生かすも殺すも皇帝次第というわけじゃな。この問答において行政帝はいかに自分たちが正当な中華の支配者であるかを述べました。
どのような理論構成を構築したのぜ？舜や周の文王の例を引き合いに出しました。舜は遠いの人であり、文王は誠意の人である。かつて孟子がそう述べていたのを雍正帝は引用したのです。舜も周の文王も異であったのかの？孟子はそのように述べていますね。遠いは華家族の起源とする言説さえあります。また、史上初めて中華を統一した秦もかつては異民族として扱われていました。華家族はだんだんとその領域と概念を広げていったのじゃったの。雍正帝は秦も周の文王もその正徳は損なわれていないとし、徳のある者だけが天下を治められるのだと述べ、自らの正当性を主張したのでした。そうなると創世を処刑するわけにはいかんの。ただこの一件を見れば明らかなように、雍正帝は儒教的徳の内側に入ることになりました。中華を統治するにはどうしても儒教的規範に従う必要があるのじゃな。創世のその後について触れておきましょう。創世は雍正帝が存命中の間は生かされましたが、雍正帝が死んだ直後に秦の乾隆帝によって処刑されました。そして大義革命録は禁書となったのです。どうしてそのような方向転換が行われたのぜ？実際のところは乾隆帝にしかわかりませんが、乾隆帝は創世を処刑したことにより、反満州族的思想を決して許さぬ態度を示したと言われますね。雍正帝とは違うということじゃな。圧倒的多数の漢民族を支配するために、満州族は力や恐怖で抑え込む方法を採用したと言えます。なお激しい文字の獄を展開した雍正帝でしたが、一方で奴隷解放などを行っています。秦の時代にも奴隷がおったのじゃな。浙江には旧世横と呼ばれる人々が、安岐には世牧と呼ばれる人々がいました。旧世横は水上に住まねばならず、科挙試験の受験資格などがないなど激しい差別を受けていたのですが、雍正帝はそのような差別を撤廃したのです。水上に住まねばならんとは難儀よのう。秦はいわゆる複合多民族国家で、様々な民族が暮らしており、中には差別を受けていた民族もいたのです。雍正帝はそのような民族への差別をやめさせました。そのようなことをする皇帝は珍しいのではないか？中華の歴史にはしばしば奴隷解放に乗り出した君主が出てきます。前漢を滅ぼした王蒙と後漢を建国した光武帝は共に奴隷を解放しました。安君の代表のような王蒙と、明君の代表のような光武帝が同じ政策を行ったとはのう。光武帝の政策は実は王蒙から引き継いだ部分が多かったりします。詳しくは、光武帝、を見るのじゃ。雍正帝はかなり仕事熱心な皇帝でした。雍正帝の在位時の平均睡眠時間は4時間ほどであったと見られています。それでは体を壊すぞ。実際雍正帝の在位期間は後期帝ほど長くはありませんでしたね。雍正帝の死因は過労死だったと見られています。一体何が雍正帝を駆り立てておったのじゃろうのう。雍正帝の政策を象徴するのが、河南での政策であったと言えます。伝文教という人物がいました。この人物は漢民族の出身であり、華僑突破したわけではないのですが、雍正帝に重用されていました。満州族の出身ではないのじゃな。伝文教は漢軍といって漢民族の中でも古くから満州族に味方していた一族の出身でした。雍正帝が伝文教に目をつけたのは、彼が先生に赴いた際、人々が飢饉に苦しんでいることを皇帝に報告したことでした。このことによって数十万人の命が救われたのです。よくわからぬがたくさんの人々の命を救ったのじゃな。実は地方官が皇帝への報告を怠っていたのです。なぜじゃ？飢饉なのじゃろう？現代風に言えば不祥事の隠蔽ですね。時代や場所が変わっても、人のやることは変わらんのじゃのう。雍正帝は伝文教を河南の財務官に任命しました。伝文教はやがて河南の総督となり、雍正帝の期待通りの実績を上げました。雍正帝の期待とな？一つは税収の増加です。雍正帝は表向きは増税せず、減税さえしました。ですが心の内側では増税したかったのです。伝文教が独断で税収を増やすことを望んでいたということじゃな？そして伝文教は地方の有力者にメスを入れたのです。圧倒的中央集権国家である秦といえど、地方にまでは手が届かない部分がありました。有力者による税逃れがあったというわけじゃな？
中央政府から管理が派遣されても、癒着するのが明の時代からの実態でした。その結果多数の雲田が存在したのです。中華の歴史ではたびたび隠し財産が問題になるの。伝聞教は有力者の隠し財産を暴き、徹底的に税逃れを追求し、さらに税収を増やしたのでした。そのために部下には徹底的に教育を施し、素行が悪い部下は弾劾したのです。こういう人物は珍しいのじゃろうの。雍正帝は伝聞教を評価するとともに、伝聞教の部下を別の地方官に任命しました。伝聞教のやり方を中華全土に浸透させようとしたのです。明の皇武帝が腐敗一掃のために大粛清を行ったのとは対照的じゃの。なお雍正帝自身も日々倹約に努めており、軍機所の建物でさえも質素でした。ある時皇帝への上奏が絹で行われた際には、倹約のために紙を使わせたという逸話が残るほどです。人間、権力を得たら贅沢したくなるものじゃがのう。また、雍正帝は新前道、北京化、した人物でもあります。中華は非常に広く、中国語といっても各地で大きく違うことが知られていますが、雍正帝は主に北京で使われている北京語を真の公用語としての地位に置いたのです。真の始皇帝も同じようなことをしたの。始皇帝は7つに分かれていた国を一つにまとめました。その際バラバラだった貨幣や土用工、文字を統一することで中央集権化を達成したのです。春や秋の文王が孟子によって意図されていたことを知っているなど、秦はこれまでの歴史を徹底的に学んでいます。漢民族以上に中華の歴史を学んだわけじゃの。圧倒的少数派の満州族は、どうやって漢民族の国を治めるか必死だったのです。そしてその答えを歴史に探しました。これまでの各国の政策を研究し尽くしたわけじゃな。なお一方で満州族の満州語や満州文字などは漢民族に学ばせず、満州族だけが使えるようにしました。その結果時代が進むにつれて満州語も満州文字も廃れていくことになります。使うものが少なければ、言語は失われていくのよの。秦の末期になると満州族も漢化し、北京語は使えても満州語は使えないものが多かったようですね。雍正帝の時代以前は、明の建国が南京で行われたこともあり、南京漢和が公用語の状態でした。その状態を秦も受け継いでいたのじゃな。雍正帝は北京語を学ぶための書院を建設し、北京語を模範とする教育を行ったのです。さて、このあたりで雍正帝の外交政策について見ていきましょう。そういえば雍正帝はジュンガルブと戦っておったの。この時期のモンゴル高原は、東に行くほど秦と親しくなりますが、西に行くほど秦と敵対的でした。モンゴル高原の西部に勢力を持つジュンガルブは後者の代表であったと言えます。そうなるとジュンガルブの敵は秦だけではないわけじゃな。モンゴル族のハルハブとも対立していましたね。そしてガルダンツェリン率いるジュンガルブはハルハブに敗北します。ハルハブと秦の仲はどうなのぜ？秦が北京に入る前から満州族とハルハブは友好的な関係にありました。結論から言えば秦とジュンガルブは講和し、ジュンガルブが長江関係を受け入れることになります。またハルハブとジュンガルブも講和し、両部族の境が策定されることになりました。ひとまず北方問題は解決というわけじゃの。北方で言えばもう一つ、雍正帝の時代にはロシアとの間にキャフタ条約が結ばれています。この条約によりモンゴル地区におけるロシアとの国境が確定され、通商規定が定められるとともにロシア正教会が北京に設置されることになります。キリスト教の布教を許したということかの？秦とキリスト教の関係は少々複雑です。雍正帝の父親である孔規帝は、イエズス会士を通じて西洋の様々な知識を得ていました。イエズス会はローマカトリック教の宗教結社じゃったの。孔規帝はロシアとの間にネルチンスク条約を結びましたが、この時もイエズス会士が活躍しています。イエズス会は中華におけるキリスト教布教において、独占的地位を占めたわけですが、ドミニコ会やフランチェスコ会がこれに異議を唱えました。そしてローマ教皇が動く事態となり、天霊問題に発展したのです。天霊問題との？孔規帝はイエズス会以外は秦におけるキリスト教の布教を認めないとしたのです。その理由はイエズス会が孔子の礼拝や祖先を祀ること、
すなわち天霊を認めたからです。廟号などは死者を祀るための言葉じゃしの。ドミニコ会などはこの部分に激しく反発したのです。だんだん事情が見えてきたわい。ローマ教皇はドミニコ会などの意見を聞き入れ、イエズス会に対し布教の禁止を言い渡しました。そして皇帝はそれに反発し、イエズス会以外の布教を禁じたのです。中華の伝統的な文化を尊重するかどうかの問題じゃな。この時期の欧州人の中には、キリスト教か、は、文明か、であるという考えを持った者が多かったのです。そしてその意識は世界中で圧力を生みました。天霊問題はその最たる例なわけじゃな。さて皇帝が死ぬと、養聖帝はキリスト教の布教を禁止にしました。イエズス会も含めて布教を禁止したのかの？ただし例外的に北京残留を許された宣教師もおり、そうでない宣教師はマカオ、もしくは国外に退去させられました。キャプタ条約が結ばれたのはこの数年後のこととなります。例外的に北京に正教会が設置されたということじゃな。養聖帝の政策の意図は養聖帝にしかわかりませんが、これで日本に続いて死んでもキリスト教の布教が禁止となりました。養聖帝には中華の伝統を重んじる面があったようじゃしのう。唯一絶対神を信奉するキリスト教と、唯一絶対の存在である皇帝は、非常に相性が悪かったと言えます。皇帝の上には誰もおらぬわけじゃからな。そのあたりが東洋的皇帝、と、西洋的エンペラー、サーリ、カイザー、が大きく異なる点だと言えますね。翻訳の問題は難しいのう。養聖13年8月23日、西暦で言えば1735年10月8日、養聖帝は崩御しました。在位13年目の死去でした。13年という在位期間は歴代中華皇帝の中では決して短い方ではありませんが、皇帝や乾隆帝に比べるとその治世は短かったと言えます。養聖帝は皇帝に即位するのが遅かったからの。太子密権は養聖帝が制度として確立したと言われます。皇帝が死ぬまで次の皇帝の名を伏せておく方法じゃな。背景には皇帝が太子を定めた際、党派争いが激化したことがありました。また、歴代中華帝国では後継者をめぐる党派争いで衰退していった国がたくさんあります。ほとんどそうだったような気がするの。太子密権の制度は、中華の歴史を深く学んだ養聖帝らしい政策だったと言えますね。といったところで今回の動画は終了です。チャンネル登録して、次の動画もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。